場合によっては迷子になるかもしれないんですけれども、探索し、いろんなものを発見していったりですね、他の同じ空間にいる、他者と他の人々と共にですね、新たな体験を、共に、作っていく、そういうような場所になったらいいなと思っています。でその、アート群によってですね、その他者との関係、他の人々との関係をですね、その境界を曖昧にし、まあ、連続的な関係にし、さらにそのこの、まあ、世界と自分との境界を、なくしていく、もしくは考え直していくような、そういうまさに、境界のない一つの世界を、まあ、作りたかったんですけど、ちょっと喋っていくと何言ってるか分からなくなってくる来たのでちょっとやめますね、すいません。